黙示録の五章、ヨハネ黙示録の五章の十二節からお読みいたします。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を送るにふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海の上のあるよる作られたもの、およびその中にある生き物がこういうのを聞いた。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。また四つの着物はアーメンと言い、長たちはひれ伏して拝んだ。愛する主よ、私たちもひれ伏して拝めば、確かに解放されます。確かに私たちは今あなた様の偉大さ、あなた様の払った救いの代価の素晴らしさを、また価値をはっきりつかめませんけど、代わりにしなり復活なさり、また近いうちに来られるあなた様のことを考えると本当に嬉しくなります。あなた様は人間の心を見通してくださり、何でも明らかです。そしてあなた様は代わりに犠牲になった。どうしようもないものの永遠の栄光のために自分自身の捨ててもいいと思われたから、本当に感謝します。私たちは今日このようにして心を一つにして、あなた様をおかも時の本当に感謝し、尊い皆によってお祈り申し上げます。アーメン。新命記31章328ページです。旧約聖書の328ページの新命記の31章の8節、主ご自身があなたの先に進まれる、主があなたと共におられる、主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない、恐れではならない、うぬぬいてはならない。感謝します。愛する主イエス様、あなた様は慰めを、励ましを、希望を与えるお方です。昨日も今日もいつまでも変わらないお方であることを覚えて、本当に感謝します。確かにあなた様に頼る者、あなた様に信頼する者は決して失望させられない。あなた様は忠実なるお方であるからです。そして私たちは今日あなた様を褒めたたえるため、あなた様を礼拝するために集いました。確かに私たちはあなた様の支払われた犠牲、あなた様の明らかにしてくださった愛を少ししかわかりませんけども、あなた様に心配され、あなた様の流された血によって買い取られているという事実を覚えて、本当に感謝します。またあなた様は今日も臨済しておられることを約束してくださいました。どうか自分のこと、我のことよりもあなた様を仰ぎ見つむる恵みをお与えになってください。尊い皆によってお祈り申し上げます。アーメン。
イサヤ書の43章。1095ページになります。イサヤ書43章。まあ私は中高歳の時、バカだったけど、出かけたんです。何のために？ヒモを探すために、自殺するつもりだった。バカでしょ？まあどうしてしなかったかと言いますと、今の箇所を思い出したから。一節から、だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方主はこう仰せられる。恐るな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中をすぐるときも、私はあなたと共におり、川をまたぐときも、あなたは押し流されない。火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神、主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代わりにする。私の目にはあなたは高価で、たとえ私はあなたを愛しているだから私は人をあなたの代わりにし、国々のためをあなたの命の代わりにするのだ。恐るな、私があなたと共にいるからだ。愛する主よ、あなた様は2600年前にイサヤにこういうふうに語っただけではなく、今日も同じように一人一人に呼びかけておられることも感謝します。確かにどうしようもない、我々とは虫のようなもので、捨てられるゴミのようなものです。けどもあなた様は、私はあなたを愛してる、捨てないと約束してくださったから本当に感謝します。すべてはあなた様のおかげで、あなた様は犠牲になられたから、私たちは今日褒めたたえることができ、感謝することができるのです。本当に今日の集いを通しても、あなたの素晴らしさを、変わらない愛をよりよく知ることができるように、助けて導いてください。尊い皆によってお祈り申し上げます。アーメン。イサヤ書の41章。1091ページ。41章の1節から13節までお読みいたします。恐るな、私はあなたと共にいる。立ちろむな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。見よ、あなたに向かって生きる立つ者は皆恥を見、恥ずかしみを受け、あなたと争う者たちはない者のようになって滅びる。あなたといい争いをする者を探しても、あなたは見つけることはできず、あなたと戦う者は全くなくなってしまう。あなたの神、主である私が、あなたの右の手を固く握り、恐るな、私があなたを助けると言ってるのだから。感謝します。愛する主よ、あなた様は生きておられるお方だけではなく、約束が与えるお方であり、
約束を守るお方であり、決して変わらないお方です。私たちは今日あなたに、あなた様の犠牲について、流された血の尊さについて考えることができ、礼拝する特権も本当に感謝します。あなた様は近くにおられるから私たちは喜ぶことができる。あなたは決して捨てないと約束したから前向き生活することができます。あなた様こそが忠実なお方です。私は永遠の愛を持ってあなたを愛していること、今日も呼びかけておられることを感謝します。本当に今日の集いを通してあなた様は栄光を受けになるように恵んでください。尊い皆によってお祈り申し上げます。アーメン。イサヤ書から一箇所お読みいたします。四章三章1907ページになります。1907ページ四章三章の25節、私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。感謝します。愛する主よ、あなた様は昨日も今日もいつも変わらないお方であり、あなた様の呼びかけも変わらない事実を覚えて感謝します。認められた、告白した罪はあなたは思い出さない。永久的に忘れると御言葉を通して知ることができます。これこそが想像できない恵みそのものです。あなた様はその恵みを、その変わらない愛を自分の犠牲の死によって明らかにしてくださいました。生きている間にあなた様の味わった死の恐ろしさを確かに理解できません、考えられません。けどあなた様こそが世の罪を取り除かれた、約束されたご羊です。あなた様は犠牲になったから私たちは受けあがるようになりました。あなた様は裁かれたから私たちはあなた様の恵みを褒めたたえることができます。あなた様は今日も求めている人々だけではなく、心からあなた様を礼拝する人々を探し求めておられます。あなた様の犠牲について新たに考えることができ、感謝することができ、御心をかなう礼拝を捧げる恵みをどうかお与えになってください。尊い皆によってお祈り申し上げます。アーメン。黙示録の五章、ヨハネ黙示録の五章の中二節から中四節までお読みいたします。彼らは大声で言った、ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海の上のあるゆる作られたもの、よびその中にある生き物がこういうのを聞いた。
御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。また四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して拝んだ。感謝します。愛想主よ、あなた様は今日も他の人々、真心から礼拝する人々を探し求めておられます。十字架につけられたあなた様のことを考えると、確かに頭を下げ礼拝せざるを得なくなります。あなた様は犠牲になったからこそ我々は受け入れられるようになりました。あなた様は救いの代を払ったからこそ、私たちは今日このようにして心一つにすることができる特権も本当に感謝します。あなた様だけが礼拝されれば、あるよう人間は自由になります。安心して前向き生活することができ、すべてを御手に委ねることができることを覚えて本当に感謝します。どうか今日も新たにあなた様の支払われた犠牲について考えることができ、感謝することができる恵みを与えてください。尊い皆によってお祈り申し上げます。アーメン。創世記の22章、まあ子羊なる主イエス様についての予言の言葉です。22章の7節と8節です。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、すると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。人たぎはありますが、全種の生贄のための羊はどこにあるのですか。アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全種の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩け続けた。ペトロはこの予言された子羊について、また書いたのです。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見え出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私らの罪をその身に負われました。愛する主イエス様、あなた様は確かに予言された子羊です。見よ、世の罪を取り除く神の子羊とあなた様は紹介されました。十字架の上であなた様は罪の塊とされた時、いかに悩んだのか我々は想像できませんけど、あなた様は完了した、終わった、救いの道が開かれていると宣言することができたから感謝です。私たちは今日あなた様の犠牲を思いながら礼拝するために集いました。あなた様は礼拝されること、礼拝の中心になると確かに悪魔はどうすることもできません。我々も解放され我慢さを得なくなります。どうか今日の集いを通してもあなた様の変わらない愛、いつまでも続く忠実さを新たに覚えることができ、感謝することができるように恵んでください。
尊い皆によってお祈り申し上げます。アーメン。エペソ書の一章341ページになります。エペソ書一章の7節をお読みいたします。私たちはこの御子のうちにあって御子の血によるあがない、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。もう一箇所、コロサイ書一章14節、この御子のうちにあって私たちはあがない、すなわち罪の許しを得ています。感謝します。愛する主イエス様、あなた様は2、3人私の名によって集まるところには私はその真ん中にいると言われました。今日も臨在しておられます。私たちは確かにあなた様の支払った救いの代価について考えると恥ずかしくなって顔を上げられません。ただ感謝せざるを得ません。あなた様は犠牲になられたからこそ私たちは憐れみを受けたのです。あなた様は救いの代価を払ったからこそ私たちは心を一つにしてあなた様を崇拝することができる特権の持ちようになったことも本当に感謝します。今日の集いを通してもあなた様の偉大さ、あなた様の忠実さを変わらない愛をよりよく知ることができるようにどうかお導きになってください。尊い皆によってお祈り申し上げます。アーメン。ヘブル人への手紙404ページですね。中二章一節から、こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようでありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。イエスから目を離さないでなさい。ダビデは彼らが主を仰ぐ見ると彼らは輝いたと証ししたのです。感謝します。愛する主よ、確かに私たちはあなた様の苦しみについていくら考えてもわかりません。あなた様はどうしようもない人間のために犠牲になられたこと、どうしてかなぜか確かにつかめませんけれども、この事実を本当に感謝します。事実であるからこそ私たちは今日このようにして心を一つにすることができ、皆を褒めたたえることができます。あなた様はいつものように今日もあなた様だけを礼拝する人々を探し求めておられます。確かに目に見える現実を見たり自分を見たりすると無理です、できませんけど、あなた様の苦しみについて
支払われた救いの代価について考えると、礼拝せざるを得ない。あなた様こそが、世界の中心だけではなく、今日も臨済しておられ近いうちに、迎えに来るお方であることを、感謝し、尊い皆によってお祈り申し上げます。アメン。ヘブル人への手紙9章399ページになります。9章の28節、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。七章の37節、もうしばらくすれば来るべき方が来られる、遅くなることはない。感謝します。愛する主よ、あなた様は2000年前に犠牲になられ、救いの道を開いただけではなく、また来る、迎えに来ると約束してくださったことも本当に感謝します。いつになるか確かに分かりませんけど、今日かもしれない。と考えると本当に嬉しくなります。あなた様は憐れみ、深いお方であるから、あなた様は罪を許すお方だけではなく、私はあなたの罪を思い出せない、忘れると約束してくださったことも感謝します。今日私たちはあなた様を礼拝するためにここまで来ました。あなた様こそが礼拝すべきお方であり、私たちはあなた様を礼拝すると確かに心配から不安から解放され、本当に感謝せざるを得ません。今日の集いを通してもあなた様だけが栄光を受けになるように導いて恵んでください。尊い皆によってお祈り申し上げます。アーメン。イサヤ書43章1097ページになります。1097ページ43章の25節、私、この私は私自身のためにあなたの罪を、背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。もう一箇所、ミカ書の7章1401ページです。1401ページ、7章の18節19節です。あなたのような神が他にあるでしょうか。あなたは咎を許し、ご自分のものであるの心のもののために、背きの罪を見過ごされ、怒りをいつまでも持ち続けず、慈しむよう喜ばれるからです。もう一度、私たちは憐れみ、私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ入れてください。感謝します。愛する主よ、あなた様は、当地も、今日も、このような願いを、祈りを聞いてくださる。告白した罪は許されているだけではない。もう、思い出せないと、あなた様は約束してくださいました。
確かに私たちはそういうことを想像できませんしできません。けどあなた様は忠実なお方です。私たちに恵んでくださるお方であり、イエス様が代わりに犠牲になられたことを本当にどういうふうに感謝したらいいかさっぱりわかりません。十字架の上であなた様は全てが終わった、完了をしたと叫ばれたのです。あなた様は勝利者となられただけではなく、今も勝利者であられ、我々の中で心から礼拝する人々を探し求めておられます。どうか今日も自分のこと、我のもの見ないで、十字架につけられた勝利者となられたあなた様を新たに歩める恵みを与えてください。尊い皆によってお祈り申し上げます。アーメン。